はい、こんばんは、山亮と申します。さあ、まあびっくりですよね。まあ私もびっくりしています。今週、2月3日かなのね、放送になっていると思います。これ4つ目の枠でね、放送していると思うんですけどね、まさかの映像なし、何もなしの、この、亮太山田の誰も聞かないラジオ、亮太山田のつまらない話、ね。なぜかこのつまらない話がね、この金曜日の、午後の9時に、この音声が流れてきてると思うんですよ。まあ、つまらないラジオなんで、言い訳から、言わせてください。本当はね、恵方巻き関連でね、撮れるかなとかも、思ったんですけども、金曜日とドタバタしとって、ちょっとライブ放送とかする時間もちょっと作れんしな。で、ちょっと別件いろいろちょっと動かないといけないところがあるんで、それの準備、まあ簡単にちょっとメルカリ関連とかそのあたりでね、ちょっとね、年末からね、本当はね、やらんといかんかったことをちょっと、後回しとか、ちょっといい加減ちょっとやっとかなあかんなっていうことがあって、それをちょっと今、準備も動かなあかん。これをちょっと今週末ちょっと動かんとなあと、思っとったり、わたとしておったらですね、あれこれ今週放送する分の4つ目なくねってなって、で、先週ね、今まで恵方巻き関連でめちゃくちゃその時間取ってたじゃないですか。その兼ね合いでストックがね、ストックってすごく難しく、これ YouTube の撮影とかやったことがある人、TikTok でもいいです。やったことがある人なら、勘どころがわかるんで、説明できるんですけど、なんて言ったらいいのかな。企画のストック。ストックって大きく、3つあるのかな。まずが企画のストックですね。あ、こういうネタをやろうかなっていう、いわゆるネタ帳に貯めとくやつですね。要は、実際にはまだ実行はしてない、撮影はしてないけど、あ、こういうネタやりたいねって言って、溜まってるストックがどれぐらいあるかっていうところの話。で、もう一つが、撮影は終わってるよっていうストックですね。企画を実際にやってみて、撮影はしましたっていうのが終わってるストック。まあ、ここが、ライブ放送、配信でやってる場合は、もうここで終了ですね。はい。その収録イコールそのまんま放送なんで、生放送とかライブ放送って呼ばれるものの場合は、ですからワンセブンライブとかそう、ワンセブンライブの場合は雑談とかが多いのかなとかになってくるとは思いますけど、まあ、インスタライブとかもそうですよね。まあ、ですから、企画もそんな考えずにポンと始めて質問とかに答えていくよとかってするっていうのが、まあ、これ、楽っていうのは企画も特になくて、収録っていうのもあれなんですけど、その後工程が全然なくなるから楽なんですよね。っていうのがあって、動画の、撮影してあるストック。まあ、うちの場合はね、基本的に動画編集したのを出してますんで、まあ、ほぼ、編集しとるんか、あれでっていうレベルではありますけどね。まあ、一応編集作業っていうのを一応加えてるんでね、うちの場合は。ですから、その撮影が終わってるストック。で、あとは動画の編集が終わってるよっていうストックが持ってるところもあるんですよ。うちの場合はもうそのまま編集が完了した段階で全部書き出しをかけるっていう作業をするんで、基本的に私はここのストックはゼロなんですけど、人によってはそのプログラム、なんていうの、動画編集ソフトで、こういうふうにして、元動画からね、こういうふうに編集して、新しい動画の、を一本作っていくわけですね。動画ファイルを作っていく。普通はまあ一つのファイルをね、ぶっちぎって、ぶつぶつにしてね、複数のにするって場合もありますし、3つ4つのね、画像データとか、動画データをいろいろとミックスしてね、そこに文字とかテロップを入れたりして、で、また一つの MP4 と、まあ一般的には MP4 に仕上げる場合が多いかな。AAC でっていう、まあいろんな拡張子があって、まあいわゆる動画の、表示するときのプログラムの形式なんですけど、まあ MP4、昔は WMA とかね、WMV か。WMA はMP3 規格の方のやつだから、音源の方ですからね。とかっていうのがあったりしましたけど、例えばこれだったら、今音声はね、実はね、4MA っていう、これ、やつで撮ってます。多いのは何で撮ってる人が多いか、ウェーブで撮ってる人が、今は逆にね、ウェーブ多いのか、昔はウェーブっていう企画しかなくて、これ品質はいいんだけど、容量がバカ食うから、いや、もっと圧縮できるやつが欲しいよねって言って、MP3 とか、この M4A っていう、企画とかが生まれてきたんですけど、逆に音声データだったら、今もうテラとかそういうようなね、保存容量がスマホとかでも512ギガとかあるじゃないですか。言うてそのウェーブってめちゃくちゃでかいよって言っとったけど、まあ、もう1時間とか撮ったって1ギガとかはいかないかなっていうような大きさなんで、うん。じゃあ別に音質いいウェーブでよくねみたいなね、ところになってきて、結局ウェーブで録音できるやとか、実はウェーブが一番その、なんて言ったらいいの、圧縮とかも何もしねえ、なんて、だだっ広いデータなんで、切り張りとか、管理、その、録音させるシステムとかプログラム作るのはくっそ楽なんで、かつ、そのまま要は、音のデータをパカパカパカって当てていくだけなんでね、MP3 とかそのあたりの場合は、似た音との連続するところっていうのは、ここは連続させますよみたいな感じにするようにして、いや、掛け算で、データをちっちゃくしていくっていうような方なんですけど、1から10までのところで同じ音をずっと使うんだったら、ここを10まで一緒の音にしといてねっていうような感じの指示をすることによって、全体的にちっちゃくちっちゃくしていくっていうことなんで、その指示出しをしないといけないんですけど、ウェーブの場合はね、そのまま出せるんですよね。違う。これ4つ目なの。まあいいけど、もう誰も、滑らない話じゃない。絶対滑るんだ。これはつまらない話の方なんで、っていうのが。あるわけなんですけどね。うん。なんでそんな話になったの？ウェーブの話をしたいわけじゃない。書き出しするのに、その動画ファイルを作る前に、プロジェクトファイルの段階でストックをしとくっていう人も、いるにはいるらしいです。これは少ないですけどね。特にね、1年2年ね、多分ね、その方法でやるとね、データが消えて、せっかく編集したデータが動画にとして完成する前に消えちゃったっていうことがあるんで、基本的には、プロジェクトで止めておくってことはないです。ただ例外はあって、いわゆる案件動画ですね。まあ、うちも何回か案件、というか、いや、紹介動画の時にね、許可取りしてやらせてもらってるやつとかがあるわけですけど、その場合は、一旦、その、書き出しをするんですけど、私の場合書き出ししたらもう、その動画のデータもどんどん上書きして消しちゃうんですよ。うん。もう書き出しして、投稿が終わったら、一応その動画、データがね、問題ないなって、出来上がったデータが問題ないのを確認したら、私はもうすぐ消しちゃうというか、上書きします。上書きしていくんで、基本的に、バックアップデータとかと含めて8個ぐらいかな。その編集中のデータの、ところの元素材の状態、カットしてあるだけの状態のところで、あとのところね、うちの場合連続した動画が多いんで、動画のそのファイルの 1.5 個とかね、3個とかあるうちの 1.5 個をまで使って、残りの 0.5 は次の回に途中からの流れでね、前回からの流れみたいな、前回の続きみたいな感じで作ることが多いんで、そのあたりを、保存ファイルをプログラムも書いてね、その削除する前のやつところで一回保存して、で、そこから新しいファイルを保存し、もう一回ちょっと新しい名前を付けて保存して、で、後ろのところを全部削除したってね。で、実際に作るデータにしてっていうような感じで。で、その段階のところでもう一回保存をかけておいてっていう風にして、やってるんですよ。で、それを同じように、普段の場合だと、同時並行であまり作ってないんですけど、逆に多いか。うちのは多いのか。普通の YouTuber さんにも。40回連続で作ってたりするときには、間にね、山田決算会とか、この4つ目とかっていうのを、作ったり、他のね、ヘア編集でしたやつとかを、こうして編集することもあるんで、連続したシリーズを、特に、この前の JR 西日本のターミナル完全制覇の旅の時は、長いシリーズだったんで、間でね、結構いろんな動画が挟まってたと思うんですよ。動画とかは、結局その、軸上に載せておくわけにいけないんで、別のファイルにして、作っといて、うん、まあ、ファイル名をもう1番、2番、3番ってしてますけど、1番がメイン動画で作って、最近だったらずっとターミナルやつずっと作っとって、で、2番で部屋動画とかサブチャンのやつを作っとって、で、3番明けにしてあるな。基本使わない。で、4番のところで、この4つ目を編集してるよとかっていうような感じでやってるんですよ。まあ、ただ、そのあたりとかもね、まあ、なんか、まあ、今回の趣旨とは全然違うんで、そこまで詳しく話すのもあれかなと思うけど、プロジェクトファイルのね、ところで共通してね、置いておきたい。例えば、BGM のデータとかね、このあたりとかは、プロジェクトファイル変わったら、この BCGM がありませんってするのは、基本、避けるようにしてるんで、連続して作ってる最中は、無理なんですけど、基本的には1番のところに新しい BGM のデータとかも、は全部最新の状態にしておいて、新しくね、真っさらからまた4番のやつを作り直すときは、1番のその BGM のデータのデータを、4番にコピーしてね、上書きコピーして、で使ったりとかっていうような形にするようにして、まあそれで新しい音楽がどこでもね、使えるようにっていうようなこととか、まあ他にもね、プログラムデータとかで、まあよく使うのはなんだ冒頭で入る、タタンタタタタタタンって入る、今何かタタ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 タみたいなに変わりましたけどね、あの音が入ってる、いわゆるオープニングムービーですね。あれは、そうで共通にしないといけないんで、そういうやつとかを、作ったやつを、合わせるようにね、作ったりとか、そういうようなのをやったりするわけなんですけど、何の話をしてたんだっけ。で、結局のところはそういうようなことをしておって、プロジェクトファイルで保存するっていうケースもある、保存するケースもありますよっていう話で、で、その案件動画とかの場合は、じゃあ、これでお願いし、どうでしょうかって一回見てもらうんすよ。うん。他の YouTuber さんってどうやってんだろう。そこら辺とかね、一回案件動画が多そうなところってどこだ？どこが多そうかな。どこだろうな。ちょっとピッと、なんか思いつくるところはあんまり案件動画やってるところ少ないんだよな。うん。そうそう。チョーさんとか、なんか、お店紹介とかやってる人ってどうなのかなと思ったけど、ハイジーさんとかあなたとかだと一回許可通りしてんのかな。逆にもう、竹焼長さんとかは、もう最初の段階でもう、その許可取りなしでも思ったことをそのまま出すっていうスタイルですんでっていうので許可を取っとくっていう。まあそれはね、一番、クリエイターとしては、一番やりやすいですし、うん。まあまあそれでね、もうむちゃくちゃな動画作る人だと困るんでね、普通は結構お店の人は結構嫌がるところなんですけど、まあ翔さんのところだったらね、もう登録者数もあれだけおって、もう知名度もあって、もうほぼほぼね、飲食店で、働いてる人とか結構ね、もう、ああ、知ってますとかね、その店主さんが知らんくと、若いバイトの子が、ああ、めっちゃ見てますっていうケースが多い。特に大阪だったらね、もうめちゃくちゃ見てる人多いんで、まあ、大阪じゃなくて関東とかでも今、もう知名度すごいですもんね。うん。っていうのがあるんで、信頼関係がね、成立してるんで、どうぞそれでお願いしますっていうふうになるんですけど、うちらのレベルだとそうはならないんですよね。ですから、基本的にはね、どんな、ね、どこの馬の骨ともわからんところなんで、そういうのが、結構あれで。まあ、だから、うちも、まあ、ぶっちゃけ結構、なかなか、もう許可取りの段階で結構苦労、正直、するわけで、まあ、ちょっと、それもあってね、うん。実は、立ち上げの段階では、まあ、ほぼほぼいけるでしょと思ってたら、案外と最初の連続10件ぐらい、うまいこといかなくて、うん、そのあたりでだいぶ心が、ボッキン折れて、というか、毎日すごくやろうとかいうふうなね、魂胆とかも考えてるのに、いや、これじゃあ、そもそももう月1更新すら、ままならんやないかっていうね、ところで、案件で、うちの場合だと、まあ、それでもらったところも、まあ、基本的にはもう、客先さんの方から一度確認だけさせてもらって、で、いいですかっていうふうにね、なるんで、ああ、まあもちろん大丈夫ですよって。それはもちろんね、うん、大丈夫です。まあ元、こっちもね、基本的には、スターステールの場合は、うん、確認してもろてっていう作業を入れとったんですけども、これがね、なかなか大変でね、で、まあ実際、今まで出したところで修正してくださいっていうところはなかった。なんかうちのところは特に価格情報とか違ってますとか、そういうようなんでね、なんかわっと、ちょっと直してくださいっていう、ね、なんか入ったことないですけど、私逆にお客さん、飲食やってた時に一回ありましたけどね、何のだったっけ、まあ、取材って言ってもなんか記事取材みたいなやつだったんですけどね、ですからその動画をチェックじゃなくて、その原稿チェックっていうのはやったことあって、原稿をチェックしたら、すいません、営業時間のところデータ間違ってますっていうね、誤植がありますとかっていうのがあって、それちょっと、ゲラ渡してね、ここのところ修正してくださいみたいなのをやったことありますねっていうようなこと。修正があるって、まあ、そんなようなところで、まあ、うん。内容云々というよりも、その基本情報のところのデータが間違ってるといかんのでっていうので、チェックするっていうのが、まあ、主かな、私がチェックするときはね、なんですけど、まあ、お客さんによってね、その、チェックしたいところの箇所とかも、それはまあ、10人と変わってくるというところではあると思うんですけどね。うん。で、だからその、毎日そのデータとか違うんで、そこを修正してくださいというときに、プログラムデータを残しておかないと、ゼロから作り直しになるし、ゼロから作り直すと、別のところにあっとったところをまた間違えてしまうかもしれないし、ね、出しちゃいけなかったデータのところを間違えて出しちゃうとかっていうようなことができてきてしまうんで、非常に厄介なんで、案件動画とか確認が必要な動画、何やったっけ、ああ、明日の話題さんのやつとかは、あれか、一回、データ入れてとかっていうのをやってたかな、うん、っていうのがあったけど、あと、コラボのやつ。あれ、コラボの時は、一応、確認するみたいな感じでやったけど、まあ、こっちがね、何せめちゃくちゃ、放送量が多いじゃないですか。いかんせんね、うちの方がね、あんまり多すぎるんでね、うん、あれやったのと、まあ、こっちの方はね、もう、好きなように出しといて、っていう感じでね、うん、いいよーっていうふうにしとったんで、うん、最初に言っとったんでね、というようなところとかもあったりします。なんですけど、なんだったっけな。で、なんだったっけ、あとこれだ。このね、スマホを変えたって話、どっかでしてると思うんですけど、でね、録音、のやつか、レコーダーがね、ちゃんと使えるのかなっていうのね、本当は、本当につまらない話でやろうと思ってたんですが、こんなね、直近でこれね、今水曜日なんですけど、これ金曜日にあげないといけないんで、いかんやって。本当は、どっかでね、悠々会館か、それかな、ポートビル、あの辺りとかにちょっと夜行ってみて、なんかちょっと軽くね、行ってきたレポとかできたらいいかなとか思ってたんですけど、それか、マグロ会館とかあの辺りとか行ってね、徹底解説みたいなの作ろうかなと思ったんですけどね、いかんせんね、間に合わないなと、いうところでね、後々やろうと思います。来週、再来週ぐらいで、の回でできるのかなってところなんですけどね、これね、なかなかね、こっちに関しては、簡単に言うと、編集ストックがあって、で、すいませんね、話も本当に私、ぶった切りで飛び飛びになりますからね、飛び魚貝ってところなの。飛び魚ってね、あれ結構骨が多くて食べにくいんですけど、美味しいですよね。何でね、一回刺身も食ったな。どこであったんだったっけ、飛び魚の刺身。こんなんあるんやと思って、飛びを刺身で食うのは珍しいなと思ってね。まあ、ちょっと小骨が多いんでね、なかなか、大変なところではあるんですけど、ちゃんと刺身してくれてるんやってところがありましたね。どこだったっけな、なんか変わったところで食ったんですよ。北西スーパーだったっけ、昔です。それ、北西スーパーとか、菊屋とかがまだあったような時代の頃の話ですけどね。最近ちゃんと見ないな。うん。どこだったっけな。エコー高岡かな、うん、ちょっといわゆるメジャーなところじゃなかったんですよね。うん、のところで、なんか食べたような記憶はありますけどね。うん。違うの？トビウオの刺身の話じゃなくて、何のマグロ？マグロの話、そう、マグロ会館、じゃあ、マグロ会館とかそういうのを取ろうっていう話から、そのストックの話から飛んでんだ。で、なんだったっけ、そのストックっていうのが、その、動画のプロジェクトで、ストックしとくっていうのと、あとは書き出したね、動画の完成品でストックをしておく。まあ、完成品の状態でストックしておくのと、完成品をアップロードかけておいて、YouTube のね、スタジオってところがあるんですけど、YouTube スタジオにアップロードをかけておいて、ストックをしておくっていうのがあるけど、ここはほぼ一緒ですね。うん。うちの場合は、基本的に、この、プロジェクトファイルで保存しておくっていうのがもう案件動画以外はほぼないし、で、動画が出来上がったら即上げるんですよ、うち。基本的にここまでを、ワンサイクルにしてるんですわ。昔は違った。この、YouTube を始めてちょっと経った時か、2019年の夏から1年半ぐらい、1年半ぐらいでね、そうやね、うん、ぐらい、あれも使ってたことがあるんですよ。CTY Wi-Fi っていうやつを使ってたことがあって、公衆 Wi-Fi みたいな感じで、要は、ポケット Wi-Fi ですね。ポケット Wi-Fi の CTY 版のやつがあって、それを使ってた時期があるんですよ。これ、YouTube を見たりするのには全然見れるし、Wi-Fi で見れるし、お値段がね、1900円だったかでできるんで、めちゃくちゃお得だったんでね、良かったんですけど、唯一難点があって、動画のアップロードはほぼできない。簡単に言うと、1分のショート動画上げるのに、まあ、半日が仕事になるっていう。半日仕事はオーバーかな。1分のショート動画なんでも、普通の動画だと本当に半日、1日とか平気でアップロードするのに、かかってしまうようなぐらい、上り回線っていうね、アップロードす、動画をアップロード、データをそのサーバーにアップロードするのがめちゃくちゃ、やっぱちょっと難がある。Wi-Fi 自体が基本的にその傾向があるんですけど、だから Wi-Fi でその上り回線の弱い、Wi-Fi 使っておると、ビデオ通話とかやった時に急にガタガタになるとかっていうのはこれです。インスタライブとかでなんでそんなガタガタになるのっていうのは、この上り回線が弱い、Wi-Fi を使っている場合ですね。の場合になります。上り回線が、弱くないやつじゃなければ大丈夫です。15年前以上前のね、機器だと、機器の方の問題もあったりするんですけど、まあ、基本的には今、その公衆 Wi-Fi 使ってるやつだと、やっぱりちょっと上りは弱い傾向ですね、とかっていうのがあったりしますけどね。で、上り Wi-Fi の、上り回線の話じゃなくて、ストックの話をしてんだよね。うん。で、そう。その、要は、登りが弱いやつを使ってたときは、月に2回とか3回、快活クラブに行って、そこで20本とか30本とか、ブワーッと、それまでの間にプロジェクト、その動画の書き出しをやっておいて、20本ぐらい溜まったら、だいたい20本から30本ですね。溜まったら、快活に行って、快活の、要は、電波がバリバリ飛んでるところですね。あそこのでしたら、もう、全然動画のアップロードとかもできるんで、問題なくできるんで。で、そこで、もう、うちの場合、有線で繋いでましたけど、パソコンのところでもう、ログインさせてもらって、うん。で、動画をガーッとアップロードして、で、まあ、サムネイルのね、やつとか、そのあたりとかはね、家でもできるんで、とにかくデータだけを送るぞって言って、やったりとかしてましたね。まあ、今はもう家に光回線引いてあるんで、そこら辺問題なくね、もう家でできるんで、そうするとね、結局その、作った時に、あ、ここのこういった概要欄、こういうデータいるよねっていうのがわかる状態で、パソコンのね、ところにその、引用リンクとかのデータとかをバーっと、パンって、なんていうの、ちゃんとその、URL をデータリングして、なんか保存しとくとかっていうわけじゃなくて、パンって見たと、とりあえず開きっぱなしにしておいて、それを全部リンクをパチ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 っていう貼っていくっていうので、貼り終わってると消してたら、貼り忘れないよね、ああ、残ってないねっていうのを確認して、残重確認してね、それでできるんで、まあ、これでいいやっていうふうに感じでやってるんですよ。で、だからまあ、問題はそれで起こってはないんですけど、ですから、複数のファイルをやって、それでやると、これ、待って、このファイルって今のファイルのやつ、それとも後のファイルの、引用リンクが分からなくなってきてしまってね、それは良くないので、うん、特に動画によっては、引用リンクがむちゃくちゃ増えるやつあるんですよ。全くね、ないやつと、動画の企画によって全然変わってきてしまうんで、お店紹介とかのやつだったら、ね、基本的にそのお店のやつだけでいいんですけど、結構、散歩動画のところで気になるところとかをピチポチって話しとったときに、あ、ここのお店の、公式サイトここですよ、みたいな感じのリンクを貼る。意外と散歩動画が増えるんですよね。あと、あ、ここ前にこんなところに通った、なんかあそこのところと、駅となんか感じに似てますね、とかって言った場合には、その駅の、映した動画って何だったっけってパッとね、調べて、サムネイルをね、もう、ポンと出して、ポンと切って、ベッて貼るっていう、くっそ雑魚、テロップあるじゃないですか。この動画のやつっていうので、ポンって出す。うん。あれをやった時にそのまま動画開いておいて、URL コピーできるようにしておいて、で、動画のアップロードした時に参考 URL のところにそれをペチペチペチってコピペしていくっていう、ような感じの作業をやるんで。あとね、一つ書き出し終わった段階でそのままアップロードかけたればその引用リンク貼ってっていう風なのでワンサイクルでやるっていう感じにしてるんで、基本、そこのら辺はストックない。で、うちの場合はそれで基本的には、動画の、そのアップロードしてあるよっていうストックが、基本30本作ってあると。30本じゃない。30本 ?7、4、28。の28プラス4、だから32本なんか、だからまあ約30本ですね、作ってあるよっていうところで、まあ実際それ作るのは作って、今34本あるかな、34本まで作ってあるんですよ。じゃあ何や、余裕のはずやないかと思うかもしれないですけど、厄介なのはこの4つ目のやつだけは極端にできてなくて、今、動画の収録できてるやつがもうゼロなんですよ。うん。企画自体は溜まってるんです。企画の段階で全部実は4つだけ溜まっとって。で、メイン動画用のやつは今、まだ8月のやつ、10月のデータにやっと手つき始めたか。ただ10月でもうちょっとしばらくかかるんですよね。1000万一周してきたデータがあるんで、あれをずっとやっていかないといけませんから。ですから、まあ、ストック自体はでしようかと思ってきてますしね。うん。で、部屋取りのやつもずっとんと溜まってるのがあるんで、そのあたりも消化していかなあかんし、っていうのがあったりするんですけど、ですから、まあ、本当はよく言うとね、いつでも出せる動画、実はね、3年前に撮ったストックで、1本あるはずなんですけどね、うん、どこにあったかな、うん、探せばどっかにあるはずなんですけどね、うん。沖縄のメンバーとね、撮影してくるとか、あれは出したいな。うん。せっかくだしね。うん。うん。あれ出すって言ったっけ？あ、まあまあ、撮ってんだから分かってるよね。いいよな。うん。撮るよ。うん。YouTube 出すよって言ってたからね。そうや、出すよって言ってた。俺出してなかったな。うん。1本だけ出してる。5万再生いってる、エスカレーターの動画です。あれ撮った時に、実は、友達と、あれ、そうだ、免疫で待ち合わせしとる間にチラッと撮ってやって、その後合流して、一緒にちょっと散布動画を撮ったんですよね。うん。あの辺りのデータが出てきたらね、ちょっとやりたいな。うん。あれはいい加減出したなんと、2年経ってるな。後回しで、リーズナブルとか、要は、撮ってある動画で、基本的には、時系列でどんどん出していくんですけど、まあ、あんま時系列に関係ないような動画で、もう、才能あく動画のストックがなくなった時ですね。まあ、今、そっちの方、メイン動画の方はあるんでいいんですけど、才能あくなくなった時に、ピッて出せる、やつですね。まあ、ですから、仕事が、ね、副業ですらないですからね、趣味、完全に趣味な状態で YouTube の方やってるんで、お仕事がね、忙しくなったらね、4時間残業、5時間残業とかね、なってきたら、最高マックス、今のところで何時間残業がマックスであったっけ？7か。7.0 残業が一番マックスか。っていうのがあったりしたこともあるんで、あの時はもう、本当にめちゃくちゃ忙しかった時ですけどね。マックスの時は7時間残業ってなかったから、まあ、それがね、わって入ってくるよっていうのがね、いつ来るかわかりませんからね。まあ、全てはね、まあ、トヨタさん次第な、ね、自動車業界なんで、すべてはトヨタさん次第ですからね、っていうところがあったりするんで、忙しくなってきたらまたそういうようになってくると。こうなってくるとね、さすがのね、山田さんでもね、毎日投稿をね、普通に動画作ってやろうと思ったら、まあ無理なわけでございますよ。で、いうふうになったときに、もしね、そういうようなのがパッとね、2週間とか3週間とか続くよってなった時には、一応出せるやつを作っておいて、まあ保険かけとくじゃないですけどね、用のやつがあったりとかね、そういうのもありますけど、まあ基本的にはですから、30本ストックしてるっていうのは、まあ変な話4週分ですね、だいたい4週分のデータを取っておいたら、まあ、くっそ忙しくなっても、ですから、この前の恵方巻きみたいなことやっても、まあ、その間になんとかゲインできるよねっていうやつで、まあ、それをやってたんで、実は、先週末15本作ったかな。土日で15本ぐらい動画作って、ブワーッと、いわゆる収録は2本だけしたか。2本だけ収録したけど、あとはもう全部編集ですね。編集書き出し、鬼のようにやって15分作って、まあ、それでもう一回ちょっとストックをだいぶ元通りぐらいに戻して、ね、今30分まで戻したんですけど、ってやってたらね、冷静に考えたらしまった。4つ目のやつ、要は、恵方巻きを12本とか15本とか全部で20回だっけ、撮ってたんで、なんかめちゃくちゃ4つ目取りだめしたよなっていう気分になってたんですけど、冷静に考えてみたらもうこの金曜日放送する分もないということなんですよ。本題、ここからです。30分経ちましたけど、ここからプロローグスタートです。はい。ですので、ひでえな、ここまでプロローグのプレプロローグじゃん。ひでえ、ですけど、ですので、あ、しまったなと思って。で、ちょっとね、仕事もね、疲れたし、友友会館でも行って、リニューアルしたんでね、行って、それのね、報告 Vlog みたいな、それで Vlog 系は増えるとは思いますけどね、それは多分間違いないです。要は、案件であれしてどうのこうのじゃなくて、単に感想をね、言ってく、お店のね、前とかちょっと写真撮ったのを使って、こういうところ行ってきましたよっていうようなやつ。まあ、いわゆる特に許可取りとかが いらないスタイルですね。まあ、あれも、うるさい人って言ったら良くないのか？うるさい人って言うと良くないのかもしれないけど、なんて言ったらいいのかな？コンプラ中って呼んだ、コンプラ中のがひどいか。まあ、いわゆるコンプライアンス徹底、ね、的なね、人。たちいるじゃないですか。わかるよね。そういうような人たちいるじゃないですか。そういう人たちに限ってこういう放送にたどり着くんだよなと思いながらね、まあまあいいけど、別にそれで攻撃したところでもういいけどっていうところなんですけど、今更ですからね。うちのところだってまあ言うて、炎上とかそういったに経験をしてきてますからね。まあいいんですよ。そんなことは。で、ただ、そういうところだと、いや、店内で撮影をする時点で、許可取りがいるでしょっていう人もいるんですよ。で、ここで、なんて言ったらいいのかな。これに関しては、まあ日本の法体系があんま良くないっていうのもあります。曖昧なところがちょっとグレーゾーン的になっとるもんで、きっぱりと分かりにくいのは分かりにくいんですよ。やっちゃダメなのは、もう、お店の方で絶対うちでは写真の1枚も撮っちゃダメだぞって、してあるところはダメです。もちろんダメです。これ、それでやると、私有地内での盗撮扱いとして、成立するんで、だからスーパーマーケットとかで私取らないのそれです。スーパーマーケットって実は厳しいんですよ。うん。まず許可取りできません。いろんな事情があるんですけど、今どうなんだろうな。まあ、つっても、海外とかだと全然も、上げちゃう。いますけどね。上げちゃってますけどね。うん。いや、でも日本の、海外はそこまで規制してないのか。うん。カメラ撮影に関してはね、もちろん盗撮とかそういうのになってくるとダメなんですけど、日本の場合はね、基本的にそこら辺が、価格情報とかの、スパイ行為の防止っていうのが一番目的なんですよ。うん。と、お客様の、盗撮、とかね、そういうのとか、まあ、一番使われるのは価格情報の盗撮なんですよ。うん、プライスのところとかバチバチバチっと取って、あと棚のレイアウトとかはね、バーっと動画で隠し撮りをして、で、その商品どういうところいくらで置いてるかっていう、売価と、とかいう、あと陳列エンドに何を置いてたかっていうのを、まあもちろん競合調査って、まあもちろん私もやったことあります。他店に行ってやったことあるんですけど、ただその時には絶対動画撮影をしないです。もうこれパクられるとめんどくさいってめんどくさいって言い方よくないですけどね、まあまあ大変なことになりますんで、うん。ですから、どうやるかっていうと、その場でメモ書きとかすると、それも上げられるんですよ。うん。お前何書いてんねんやって言って、ね、ちょっと裏の事務所来いやってなりますんで、基本的には、パーッと買い物しに行って、この時だけはだからもう記憶頼みっす。うん。ですね。で、バーッと買い物をして、バババと自分の覚えておくところだから、もう全商品は無理ですね。うん。ただ慣れてくると100アイテムぐらいいきます。毎日そういった競合調査とかやってた時は100項目、俺は嘘ついた。100項目は俺は無理やった。40項目ぐらいや、うん、が限界でしたけどね。うん。すごい人はすごいっす。うちが、そのあたり教えてもらった先輩だと、入り口入って10秒で、10項目。うん。ポン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 。で、10分ぐらいバーっと買い物して、もう100項目以上、ポポポポポーって車に戻って、メモ帳出したら、バーっと書き出ししてね。いや、これぐらいは出せるよって。うほーって。すっげーって。いう人とかね、いらっしゃいましたけどね、うん、すごいなぁと、うん、はい、まあ言うともう何百回何千回とそういう競合調査やってるんで、見どころっていう勘どころっていうのがやっぱあるらしいです。うん、うん、上下まあよりちょっと教えてもらったのでねありましたけど、エントランスで10個出してまえばいいんだよって。うんエントランスの見る項目10個あるから、入り口形態、そこから、床の色調、なんだっけ、で、光源の設定の仕方、エントランスへの導入の仕方、どういうようなポップ置いてるか、カートの置き位置、カゴはどういうような感じのタイプのやつを使っていて、カートもどういうような種類のものを何種類置いていて、何列、何個、これぐらいの長さがポンってあって、このサイズのやつが、この、長さあったら、だいたいパッと目分量で何個ぐらいストックが置いてあるって、全部、あれですよ、記憶してくるんですよ。うん。っていうのがあるんですよね。あと今だったらあれか、アルコールの液ね、どういうのを置いてあるか、例えば体温測定器は置いているのかとか。で、そこからエントランス入っていったところから、うん例えば最初の島っていうのは、島の前に、島があって、その島までの距離とかそういうのもあれなんですけど、その前にまず、主導線入り口と、副動線入り口がある店か、もしくは主導線入り口のみの店舗か。これは、中型店舗の場合、中小型は基本的に主導線入り口のみ。で、一時期この副動線っていうのが多かったんですよ。三重県の店舗だとなんだ？どこだ？複数動線、複動線のところ、ひながのかようはそれになるのかな？うん。一応、ひながのかようの三種の売り場のところとか、副動線入り口、わかりやすい副動線入り口のお店って、4日市あるはずだけどな。副動線入り口、泊まりのマックスバリュー。マックスバリューは副動線入り口多いか。うち深夜に行くから、副動線の方を、閉鎖してる。あれです。マックスバリューの、イクワのマックスバリューをイメージしてもらったら、イクワのマックスバリューは、副動線入り口で、深夜に行くと、ドラッグストア側の入り口が閉鎖されてる時間帯に行ったことある人いるかな、行くと、夜の10時以降だったかはね、あそこは閉まるんですよ。つまり、あそこが副動線の方なんです。で、主導線は、その深夜も開けてある方、あそこが主導線入り口。だから、主導線入り口のエントランス、一番最初、ドン土に入っていくところのところが、生花、農産っていう風になります。うん、まあ、一緒の部署のことですけど、基本的には農産、畜産、水産って言いますもんね。農産があります。で、普通は農産、水産、畜産で行くケースが多いのかな。農産、水産、畜産って行くケースが多いんですけど、あそこの場合は面白いのは、で、副動線の入り口にデリカを置いてくるっていうケースが多いんですよ。なんですけど、イクワのマックスバリューだったら、主導線の入り口脇にデリカを置いてくるんですよね。うん。だから、あそこ、農産、デリカ、惣菜、デリカ、水産、で、寿司、そうですね。寿司間に挟んで、水産、畜産っていう風に言って、副動線の入り口を、日配にしてるんですよね。洋日配か。洋日配にしてあるっていうのが非常に、特徴的なやつだったりするけど、じゃあ、ちなみに、じゃあそのセオリー通りのどっかちょっと同じイクワの三市ですね。三市はかよもそっか。主導線のところが、一番メインのあそこですね、100均とかがある入り口の方ですね。100均がある、セリアとかがある入り口のところ、イクワの方の話ね、イクワの方、主導線から入っていくと、農産、日配か、農産、日配、沿岸、水産、沿岸、水産、畜産、デリスもね。そう。うん、で、デリが横一面ずらって使う。で、副動線のところはデリ入り口でパンですけどね。正確に言うとパンから入って、ですけど、だからデリカ力入れとるんで、デリカだけでそんだけあるんですよね。パン、寿司、天満屋、あれですね、天むすのお店、テナント。直営テナントですけど、直営のテナント。があって、そのまま愛妻クラブですもんね。うん。のデリカ。うん。で、お肉屋デリカとかがあって、昔はそこに天ぷらのテナントが入ってて、用の島があったりとかもしましたけどね、天ぷら屋さんがちょっとなくなっちゃったんでね、あそこの天ぷらね、美味しかったんですけどね。うん。ちゃんと天ぷら屋さんの天ぷらだと美味しかったんですよね。とかもあったりしたんですけどね、懐かしいな。っていうような感じの副動線も開けてあるパターン。で、ちっちゃいところとかは、基本的にこの副動線がないですよね。パッとわかりやすいところだと、1号館はほぼほぼ副動線を設定しないよね。小物の1号館が昔副動線だったけど、あそこ実は副動線やめたんですよね。うん。完全に動線、1動線変えたんですよ。うん。でしょ？だから、1号館で副動線の店って残ってるのかな？ですから、1号館さんは、全部堀木どうだ、堀木は当然1路線だ。堀木1路線。あ、四日市だけ違うわ。四日市線、中部にある、三滝通りのところの、1号館だけ副道線入ってるな。一応そしたら副道線あるわ。うん。ある。市道線は農産からやっぱ入ってっていう流れですけど。あそこ面白いな。考えたら、農産スタートで、農産日配、デリー、水産、畜産ですもんね。あ、そうだ。かなり変わった、うん、レイアウトだ。四日市店、1号館の。え、他どうだ？松本店。松本の方がいいな。小物の店、1号館プラスちょっと実は島の作り方が独特なんで、マックスバリューの新型の携帯とだいぶ近いんで、畜産？あ、違う、畜産じゃない。松本店だと、農産があって、あ、でも日配入るわ。間に日配入れるんだ。農産用に、あ、ワニ杯か。ワニ、農産、ワニ杯、水産、畜産、デリか。あ、で、用に杯か。ああ、そっか。そうだな。え、あとどうだ。デリ入れるえ、あ、でも、常盤の店は違うな。常盤の店は農産、農村、普通に農産、水産、寿司、塩缶、ハムソー、畜産だもんな。ん？ハムソー、畜産？ハムソー、畜産か。うん。畜産を、精肉系のやつと、加工品で分ける、魚もそうなんですけど、塩缶って言って、いわゆる干物と、塩漬け物とかですね、そういうやつですね。塩缶品と鮮魚をちょっと分けていったりするような時に使ったりするんですけどね。うん。で、日配デリか。そうだな。うん。で、一巡動線だったりしますもんね。そういうのはね、結構あったりするんですよね。なんて動線の話してんだっけ？なんだったっけこの動画なんだったっけ？あ、で、そう。ストックが、ですから、作れて、ないやっていうところで、そのあたりで、悠々会館とか、そのあたりとか行ったりする動画とか、Vlog とか撮ろうみたいなのを言うとったんですけど、ちょっと、行く時間がなくて、全部、あっちの編集やらで、あと寝落ちしちゃっとったりとかしとったんで、で、それの準備とか終わったりして、あれっていう間に、日付が迫って、おい、金曜日開けねえといけねえじゃんっていうので、今回の放送に至っているというわけでございます。ただこれが、なんかね、おかしいんだよな。おかしいって言ったら良くないんですけど、前の時と違って、どうもこの、ソニーの方のやつが、マイクがね、どうも音の拾いが悪いみたい。前のシャープのやつと、マイクの位置がね、抜本的に違うんですよ。シャープは、シャープのやつは、なんて言ったらいいのかな。通話で使う、マイクとスピーカーがあるじゃないですか。ですから、下のところにマイクがあって、上のところにね、上の方にスピーカーがついていて、まあ、耳で聞いて電話するっていう、まあ、昔ながらの電話のスタイルですね。まあ、LINE とかでも使うから、LINE 通話でも使うから、別に今でも使うか、ね、スタイルがあるじゃないですか。で、シャープのやつって基本的にそのまんま、スピーカーが上の方にあって、マイクが下の方にある。ですから、こうやって話してながら撮ってるときに、下の方にマイクがあるんですけど、どうも、ソニーさんのやつは、その通話用のマイク、スピーカーはその位置にあるんですけど、この録音する用のマイクが別らしくて、なんかね、上の方に、ついてるみたいなんですよ。で、スピーカーが、ですから、音楽とかに流れてくるスピーカーが真下にあるんですよ。っていう、構造みたいなんです。でね、これね、なんか前あったなと思ったら、京セラのやつだ。京セラのやつなんかソニー似てるわ。基本的に操作の、左下のボタンの、設定とか、過去動画のチェックとかの仕方とかも、京セラとめっちゃ似てるなっていうので、ちょっと今思い出しながらやってましたね。うん。で、この辺りがね、ちょっと慣れてないっていうのもあるのかもしれないけど、なんかね、同じその録音のアプリ使ってるんですけど、ボイスレコーダーってやつ使ってるんですけど、これがね、なんかね、普通ならちょっと大声出して、あははははとかやると、ちょっと声を張ると、黄色いラインが出てきて、ちょっと音量大きいですよみたいな感じになるんですけどね、これね、全然動かないですよ。え、大丈夫っていうぐらい。一応、チラチラってその、もう本当に前、シャープの方のやつで言う、ノイズが乗るぐらいのところね、ちょっと前、スマホを動かした時にノイズが乗ったりする、あれぐらいのところまでしか、結構声張ってもいかないんですよ。なもんでね、あれと思ってね、こういう、だからちゃんとできるのかなと、一回試し撮りでやろうと思ってたら、一回もできずにね、このぶっつけ本番になっちゃったんですけど、っていう感じでね、なってるんでね、ただの言い訳動画なんですけどね、一応本編何をやろうかなと思ってたんですけど、何やろうと思ったんだっけ？チャーハンの話でもするかというと、そんなんじゃおかしくないしなっていうんでね、どうしようかなっていうところだったんですけど、全部ぶっ飛んだわ。なんか、経営説明でわけのわからん動線配入の部署配置、部門配置の話とかしとったから、いやー、全部ぶっ飛んだわ。なんだかな。っていうところですけどね。何がある？そのあたりで。まあそういう感じになる。一応今後予定としては、まあそういうような感じのやつを、4つ目の方にしていきたいし、本当を言うと、この、金曜日だけ1時間ディレイっていうか、1時間ずらしで8時9時とね、連続で放送があるっていう状態なんで、金曜日の8時の10日が再生伸びねえんすよね。うん。まあこれはね、予見はしてました。で、本当は結構早い段階で、なんならもう2月からね、うん。4つ目を金曜日8時にして、金曜日の8時は金曜日はもう4つ目の日みたいな感じにして、他のところでね、あれするか、な、とも思ってたんですよ。で、収録あっちの方のやつね、そのメインのやつを上げて、金曜日は4つ目の日みたいにすると。正直、管理のしやすさもそうですし、動画のね、編集とかそういうのあたりのところ、まあその、メインの方はね、その、収録もだいぶできてるんでいいんですけど、いかんせん4つ目の方が足りねえと。本当はバーっとね、取りだめできるメインチャンネルみたいなやつもね、一つ作っておいて、まあバーチャル機関サンプかなんかしてね、バーっと取って、それをポチポチ出していくっていうのも、ありかなと思ったんですけど、これをやり始めると今度また、何かでね、お店紹介の動画とかを差し込みするときにめちゃくちゃめんどくさくなるんで、ややこしい話になっちゃうんで、そのあたりがね、難しいなっていうところで、うん。特にね、この8時9時の連チャンでやったりするとね、あれなんで、っていうところでね、本当は戻したいなと思ったんですけど、いかんせんストックが、今度は青いホールストックが多すぎるんで、あっちを収録投稿に変えると、おめえ、去年の動画いつまで出してんのってなって、今年の明けましておめでとうございますって撮ったやつ2024年になりかねえんですかね。それはさすがにまずいだろうということで、どうしたものかなというところで、まあ多分将来的には、金曜日が4つ目の日になるような感じでいくと思います。これはですから正式なリリースじゃなくてね、そう変えるときはまた、動画投稿予定の、変更動画とか出すと思います。一応、青い方のストックをちょっと出し切りたいところがあるんで、いくらでもちょっと古いデータが残りすぎなんでね、で、多分3月まではこのまま行くと思う。で、4月以降は、もしかして金曜日を、この9時更新をなくなってきて、もう全部8時更新で、金曜日の8時は4つ目の日、みたいな感じにしていきたいなとは思ってます。うん。多分それが一番、わかりやすいしね。うん。管理する方もわかりやすいし、視聴者さんもね、わかりやすいし、ですから、案内とかもね、もうそれに合わせて4月以降配る分から、そういうように調整して、販促品とかもちょっとね、作り直したい。4つ目の QR コードが載ってる販促なんで、今持ってる販促はね。で、もう4つ目の方を今、しばらくね、封印するっていう形になったんで。じゃあね、そのあたりも全部リニューアルかけるときに、確定でね、出しとくやつだったら、まあ、それでしとかないと、ちょっときついかなっていうところはあったりするんでね。うん。まあ、それでも毎日投稿は毎日投稿にはなりますからね。うん。多分、冷静に考えて、それでも、ずば抜けて多いんだろうとは思いますけど、まあ、正直言うと、まあ、こっそり狙ってる野望がありまして、今年中に動画のストック2000本に載せたいなーっていうのは、正直、野望としてはあります。うん、ただ、もちろん、質は関係なくね、ショーツをバカみたいに作るとかいうような作戦で、この前はね、あんだけ長い動画をね、12本も作ったんですけど、ショーツ10本だったらね、そこまで苦労しない。しかも、ショーツでもめちゃくちゃ加工とか編集が大変なやつだったら別ですけど、踊ってみた系でね、踊ってみた系でも本当に踊ったのそのままポンって出すやつ。でもあれでもね、音合わせとか結構大変だと思うんですけど、人によっては踊ってみた系で、例えば、そのダンスの、右を向いたところで、左から左に振り向いたら衣装が変わる。例えば、リゼロのコスプレしてる子で、まあ完全に、特定の、TikTokさん今、イメージしてますけど、リゼロのコスプレで踊ってみたやってる人で、右を見たら、レムちゃんになって、左を見たらラムちゃんになる、だったっけな、っていうような感じで、要は早着替えじゃなくて、まあ、単純に、同時で撮ったやつを、その、効果でね、スイッチしながら、やっていくっていうような感じでね、ぴったりとかって、あれだったら結構ね、同じ振り付けの動画を2回撮って、同じ振り付けで撮って、で、さらにそれを効果で、ポン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 スイッチするって、あれ実は合わせたりするのが、あれでもスマホでやってんだと本当大変だと思うけどな。うん。パソコンで編集やるって言っても、まあまあしんどいですよ。まあ、うん。なるほど、こう入れて、その切れ目を作っといて、切れ目のところから変動する秒数とか想定して、まあまあ使い慣れてきたら 0.5 秒でスイッチするから、0.5 で、スイッチタイミング作ってとかっていう風にできるんでしょうけど、うん、理論はわかるし、トップでもできる。これは最初作るのすごい大変そうだなと思いながらね、うん、見てたりします。っていうのとかね、うまいなぁと思いながらね、見てますけどね。っていうのもね、まあ一応そういうような方向で着地させたいなって、まあ何せね、まあこの動画が上がってる時点でね、まあまあ、要はそっちの方が大変だね。まあ今週末でちょっとね、4つ目の方のストックも作って、作る時間ぐらいは作れるでしょう。2時間半ぐらいなら時間作れるはずなんでね、私が寝落ちしない限り、うん、大丈夫だと思うんで、まあそういう感じでやっていこうかなと思いますという、報告動画なのか何なのかわからない。うん。ただつまらないことだけは間違いないですね。よかった。今日もつまらなかった。ということでね。まあ今回ちょっとつまらない話が、こっちのね、4つ目の方にストックしてきましたけど。まあこっちの方なんでね、別に1時間、あれまあさすがに途中ちょっと物のところとかあったはずだから、そこはカットしてるから、実質放送1時間は行ってないはずなんだけど、あら、やばいね。うん。っていうのがね。あったりするなっていうことでね。あ、来週はね、でも来週のやつは決まってんだ。恵方巻きレビューが入るんで、プレビューでしたかね、今までが。レビューが入って、いろいろと総括するやつが入るんで、それが来週か再来週かな。来週間に合うかもしれないな。多分、語り出したら多分2、3時間語ると思うんで、だからそれ前後編にすりゃいいか。ね、というかね、いい感じでね、いったらいいんじゃないかな、というところかな。まあ、ぼちぼちとそのあたりもね、考えながら、やっていこうと思います。まあ、そのあたりも、またちゃんと決まったら、確定したら、早かったら3月からやるかもしれんな、この感じだと。2月は、恵方巻きネットもあるし、ストックもあるんで、ストックの、でも、そっか、サブチャンでとりあえず埋めたけど、そっか、メインチャンネル入ってくるから、そっちの方の、伊勢湾一周はさすがにちゃんと作りたいもんな。あれはちょっとちゃんと、ポッと取ってやりたいなと思うんで、まあ、そのあたりとかもちょっと、考えながらやっていきたいなと思います。本当はね、2月1日からね、ショーツも毎日投稿かけれるやんかなと思ったけど、全然時間かかってない。いや原因、こんな1時間もぐらぐら喋ってる動画を撮ってるからだっていうのはね、言われたらそれまでなんですけど、ただね、ちょっとね、さすがにね、もうちょっとね、出てね、また仕事もね、ありますからね、そのね、あたりがね、うまいことね、やっていかないといけませんからね、社会人は大変だよ、というところでございますね。もうこんなところいいのか、これで取れてなかったからショックだな。大丈夫だと思うんだけどな。まあ、そのあたりの、どうだったかという感想はまた、ね、それはそれで、これの編集終わった後にでもね、明日にでもちらっと、ボソボソっとつぶやいて、それは本編の方の、まあ一緒のチャンネルやってるんであんま関係ないですけどね、つまらない話で流そうかなとも思ってますので、よろしくお願いいたします。といったところらへんかな。まあこの動画はね、これぐらいで締めさせて、いただきたいと思います。波形がちっちゃいからちょっと声張ってみたけど、どうなんだろう。逆にダメだったかな。わかんねえや。まあちょっと、これも編集した時に聞いてみて、多分なんか絶望しそうですけどね。まあ、うまいことやっていこうと思います。ということでね、まあこの動画はね、これぐらいで締めて、来週、もしかしたらちょっと、悠々会からレビューとかそういうような、軽いね、Vlog 的なね、やつとかもぴょぴょっと入れながらね、やっていけたらなと思ってますんでね。まあ。もちろんね、この動画、ここまで聞いてる人が本当にいいのかわかりませんけど、4つ目の方ではね、うちのお店で紹介してくださいみたいなね、そういうのがあったらもう全然、また詳細は書いてあるか、ホームページにも書いてありますんで、そっちの方とか見てもらうと分かるようになってますんで、ぜひね、ちょっとね、また、お問い合わせいただけるところがね、ありましたら、どうぞよろしくお願いいたします。ということでね、まあ、この動画、これくらいでね、締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。